加藤勝信は、日本の政治家、大倉官僚、旧姓、室崎、自由民主党所属の衆議院議員、内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当大臣、拉致問題担当大臣、内閣総理大臣臨時代理就任順位、第2位、内閣府大臣政務官、自由民主党総裁特別補佐、川崎医療福祉大学客員教授、 内閣官房副長官、内閣人事局長、内閣府特命担当大臣及び一億、総活躍担当、女性活躍担当、再チャレンジ担当、休民預金活用担当、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣及び、働き方改革担当大臣、自由民主党総務会長、自由民主党総裁特別補佐、自由民主党岡山県連会長などを歴任。 東京都出身である。父、室崎正春は、日野自動車工業社員。東京学芸大学附属小金井中学校、上津里末尾がいる、東京都立大泉高等学校を経て、1979年3月に、東京大学経済学部を卒業。同年4月に、大倉省入省。優政省宇宙通信企画課出向。 倉吉税務所所長、渡辺秀夫内閣官房副長官秘書官、主計局主佐、主計局主佐など、本省勤務のほか農林水産大臣だった、加藤六月の秘書官も務める。加藤の長女と婚約するが破談となった後、次女と結婚して婿入りし、加藤に改正した。1995年、大倉省大臣官房企画官を最後に退官 退官後は6月の秘書を務める。1998年、第18回参議院議員通常選挙に、岡山県選挙区から無所属で出馬したが、得票数4位で落選。2000年の第42回衆議院議員総選挙に、自由民主党から比例中国ブロック単独7位で出馬したが、再び落選。なおこの時、当初は、岐阜。 加藤六月の地盤であった岡山国から民主党の公認を受けての出馬を模索していたが、直前で岡山県選出の橋本龍太郎元首相の誘いを受け、自民党に倶返した。その後、川崎医療福祉大学客員教授に就任。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、比例中国ブロック単独3位で自民党から出馬し、初当選。 当選後は、橋本龍太郎が会長を務める平成研究会に入会する。2005年の第44回衆議院議員総選挙では再度、岡山5区からの出馬を党本部に強く希望したものの、党本部は村田義隆を公認。加藤に対しては、郵政民営化法案に反対した平沼武雄の選出選挙区である岡山3区からの出馬を要請したが、 加藤はこれを拒否し、無所属での出馬を表明した。しかし、友倒れを危惧した、党本部が仲裁に入り、コスタリカ方式による出馬で決着させて、保守分裂選挙を回避し、村田、加藤のいずれも当選した。2007年、第一次、安倍改造内閣で、内閣府大臣政務官に任命され、福田康夫内閣でも再任。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙では、前職の村田義孝が比例中国ブロックに回り、加藤は岡山5区から出馬。投開票の結果、加藤は民主党新人の花崎博樹を下し参戦。2013年4月15日、総理大臣官邸にて、左から外務大臣、岸田文雄、加藤内閣官房副長官瀬、世耕弘重。 2012年9月の自由民主党総裁選挙では、安倍晋三の推薦人に名を連ねた。その後、総裁に選出された安倍の下で、政調会長への起用が有力視されていたが、最終的に総裁特別補佐及び自民党、報道局長に就任した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で4選。選挙後に発足した第二次。 安倍内閣では、ぬかが派所属ながら内閣官房副長官に起用され、2014年5月には、内閣人事局発足に伴い初代、内閣人事局長に任命された。2014年12月、第47回衆議院議員総選挙で合選。2015年10月7日に発足した第3次安倍、第1次改造内閣で、内閣府特命担当大臣をび一応く。 総活躍担当、女性活躍担当、再チャレンジ担当、拉致問題担当、国土強靭化担当として初入閣。2016年8月3日に発足した第3次安倍、第2次改造内閣で新たに設けられた働き方改革の担当大臣を兼任。12月9日、新設された休眠預金活用の担当大臣を兼任。2017年8月3日、 第3次安倍第3次改造内閣において横滑りで厚生労働大臣に就任。引き続き働き方改革及び拉致問題担当大臣にも任命された。2017年10月第48回衆議院議員総選挙で6選。第4次安倍内閣では再任し、2018年10月の内閣改造のタイミングで一旦は自由。 民主党総務会長に就任するも、二千十九年九月の第四次安倍第二次改造内閣で厚生労働大臣及び働き方改革担当大臣に再登板した。二千二十年九月、安倍の内閣総理大臣及び自由民主党総裁辞任に伴い行われた二千二十年自由民主党総裁選挙で菅義偉が総裁に選出され、同月十六日に 菅内閣が発足すると、菅の後継として内閣官房長官に起用された。2018年6月13日の厚生労働委員会において、西村千奈美が職場内での会食の際に喫煙店が選択される、いわゆるイヤイヤ受動喫煙の例について質問をしたところ、加藤はこれはハラスメント全体の話と答えた。続けて西村がいやいやついていって、 無理やり吸わされる、タバコの煙については、受動喫煙防止対策は取らなくてもいいということかと、質問したところ、加藤は、いやいやついていくというところが問題と答えた。2020年、自らの責任で策定した新型コロナウイルスの検査基準に従った多くの日本人が死亡したことについて、相談する側の目安で4日以上。 平熱以上が続く場合は必ず相談するようにと申し上げてきたが、相談や診療を受ける側の基準のように思われてきた。我々から見れば誤解だと発言した。また、東京都の死者数が保健所の報告漏れにより5月10日時点で19人から171人に大幅修正された件について国会答弁で追求された際、知らないと答えた。家族構成は、 妻と娘4人。室崎商店の社長であった、祖父、室崎勝造は、漁業、水産物缶詰化工業、養業、冷凍倉工業を手掛けたほか、島根県議会では、議長も務め、実業会や政界で活躍した。父、室崎勝総も日野自動車工業の副社長を、務めた。国土庁長官、北海道開発庁長官、 農林水産大臣を務めた元衆議院議員の加藤六月は学府。妻の親である加藤六月の娘に官僚の婿を迎えたいとする意向により現在の妻の姉加藤康子産業遺産国民会議専務理事と婚約していたが、康子は一方的に婚約を破棄した上でハーバード大学へ留学に出てしまい妹と婚約、結婚することとなった。 この加藤家との縁により、自治大臣、国家公安委員会委員長、北海道開発庁長官、岡山県知事、参議院議員を務めた加藤武則は、妻のおじにあたり、武徳の息子で、元参議院議員の加藤則文は、義理のいとこ、ありがとうございます。